えー、家賃にシビアなひろゆさんですがパリに住む理由は何ですかパリから少し離れれば家賃も安いしエアコンもつけられると思うのですが外出たくないからあそんなに何君のところはいいの, <laughs> あのなんか出かけようと思った時に徒歩で行ける方が楽じゃんも、ねえー、ともとね僕一番最初にパリに住んだ時は15区で、うん、どちらかというとえっ、ー、と、うん ちとカラス山みたたいなところに住んでたんでですよイベントとか面白いことが起こるのって、なんか渋谷とかさ、新宿とかで、うん、なんか電車2本乗り換えないといけないし、自転車で行くにはなんか片道30分とかだから、ちょっとめんどくさいよねってなって、うん、結局だいたい家にいたのよ。で、うん、それはそれで良くないなっていうので、次にその、あの、ニクっていう、あの、本当にパリの中心のとこに引っ越したんですよ。ほうほう中心のちょっと上の繁華街で、まあ言うなればその渋谷となんか、 大観山みたいなところで、<ー>でそうすると、そのなんか、イベントごととかが、あの、近所で起こるので、うん、こんな引きこもりの僕でも、まあ、あの、家のドア開けて2分歩けば何かイベントが起きてるんだったら、それは見に行くのよ。なので、近所だったら行くっていうので、割とじゃあ都会に住んだ方がいいよねっていうので、うん、で、次にその、あの、ロックっていう、あの、ロックセーヌ川の下の方に、 引っ越しをするみで、割とその真ん中らへんじゃないと、本当に僕、外出ないので、うんうん、なでそので、パリの真ん中の方に今、わ、ま、り、あ、と住んでます的な感じです。はい、ごめんあの、ヒロさんの家賃じゃなくていいんだけど、パリの家賃平均ってどのぐらいなのワンルームみたいな。ワンルームで10万円は切るかな切るんですか、風呂がなければ。風呂はシャワーのみで1部屋とかああであれば、10万円は切る。 あただ<ち>風呂がついたりするとまあ10万円は当然いくよねみたいな 2LDK とかその家族が住むような広さになると、うん、じゃあもう30万とか40万とかいっちゃう ?2L まで行くと割とうんまあ30万は普通にかかるよね普通にあ,あんまりないあそもそもないんだあのその要はその 家族で住むんだったら、もうちょっと離れた方がいいよねっていう、すごく当たり前な。今度はそうなるんだね。<laughs> はい。<ー>なので、その家族で子供育てたいとかになると、ちょっと郊外の方に、地頭性カラステムとかに移動するんで、うんうん、そっち側の方でその広くて、もうちょっと安いところに行くみたいな。う もしくはあのめちゃガチ金持ち十六区っていう方向いやーえ、それはもうなんか1億とか、オクションでしょのその凱旋門とかのあの周りが、のあのシャンゼリゼ通りとかがあるところが16区っていう、いいいい俺そこれはもうあのなんか、うん、無駄に広い部屋しかなくて、無駄に厳しいあの家賃100万円みたいなところしかないみたいな。うわ